皆さん、こんにちは、アシェでございます。真田昌幸で引きこもり隊、パート21を始めていくよー。このタイトルでありながら、現在は真田昌幸の父、幸隆でプレイ中。それを楽しみつつ、昌幸プレイに必要な札集めなどをしている。そして、現在の札枚数は497枚。500枚まであと3枚ってところまで来た。そして現在、真田幸隆は武田家の一家臣であるも。あ、間違った。前回で寝返りをして徳川家の一家臣であるも。国主として3つの城を任されている立場になっている。そして、その状況の中、歴史が壊れないよう、歴史の守護者として日々奮闘しているところ。そして、これらのイベントを引き起こすべく戦ってきたところで前回、長篠の戦いを引き起こすことに成功した。1560年開始のシナリオで初めて16年が経過しており、この経過時間が長くなれば長くなるほど、状況が変わり、簡単にイベントフラグが折れるということで、多くの人軍の方に、長篠の戦いは諦めた方がいいと、助言をいただいていた。当然、主もほとんど諦めながら進めていたけれども、これは起こった。感動してしまった、心が大きく震えてしまったくらいの感動だった。しかし、ここで当然、幸隆は止まらない。時系列的に次に来る大きな歴史イベント、天目山の戦いと、真田家独立の達成に向け動いていく。よし、ということで、今日も日の元の歴史を守っていくぞー。はい、そして今回最初に確認した画面、人物一覧。幸隆がここまで出会った人たちを名前順でそうとしたところ、真田姓の人物が3人だけになっていた。やはり、こうなってしまったか。幸隆の息子たちである信綱と政輝、長篠の戦いのイベントを起こしたことで死んでしまった。歴史通りになってしまったようだ。歴史を守るためとはいえ、悲しい選択をしてしまった。調べると、山形正景、馬場信春、内藤正豊、武田四天王の3人も歴史通りいなくなっていた。それで前回、人軍の方から、なんと、武田に残った元幸隆の家臣たち、普通に引き抜けるという情報をもらった。勝頼はやはり、怒ってる、茶室への誘いや武田への寝返りは、5年後じゃないとダメなようだ。引き抜きができるならばということで、上から順番にやることにした。それを終えての徘徊一覧。結果、ダメな武将も数人いたけど大半は引き抜きができた。マジか。そして次に、武田家を守れる状況を作ること。これを早急に行うべく動いた、北条氏康居城、江戸城に向かう。氏康は時代を先取りし、小田原から江戸に居城を移してる模様。外交を行いに来た、徳川と北条の関係は普通ってところ。ここでその2勢力に同盟を結ばせる。そして、本拠である高天神城にやってきた。同盟してる北条が武田の岩殿を攻めてる、急がねば。武田が危ない。そしてここで、拠点移動。よし行けた、沼田城に移動できる。実は北条と同盟をするまではできなかった。同盟することで高天神と繋がった、これは狙い通りになった。ということで沼田城に拠点移動。そして、辰取跡を濁さず。氏康に再度会いに来て、同盟を吐き、元の関係に戻しておいた。織田と同盟をしている徳川にいては、武田を守ることは不可能なので。幸隆は、さらに主を変える。春日山城に向かった、これで上杉に寝返りができるはずだけど。よしよしよかった、寝返りコマンドがちゃんとある。かなり心配していた。あれ、しかし、白石城が一大事だからと断られたぞ。白石城、今は上杉所領で伊達に攻められてる。なるほど、これが終わらないとダメなのか。武田の甲府城や上田城を取られるのが嫌だから急いでるんだよー。北条に岩殿城取られると、甲府に隣接しちゃうからね。ただ、もう仕方がない、待つしかない。そして、そこから待つこと26日、約1ヶ月、白石城の一大事が終わったのを確認、再度寝返りを頼んでみた。よしよし、行けた行けた。またたくさん、徳川にこちらの武将が行っちゃったようだ。こうなるのは予想してて、武田に置いておけば引き抜き作業が、一回で済むと思ったけど、武田から引き抜くと、同盟してる上杉との関係が切れるかもと思って、また膨大な作業をして徳川から引き抜くことを選んだ。あら、伊達が上杉に滅ぼされてしまった。さっきの白石城での待ち時間さえなければ、上杉と伊達を同盟させることで伊達を守れたのに残念。引き抜き、ゲーム内日数も結構かかった。武田はまだ大丈夫、ここで北条氏康に会いに行った。上杉と北条って同盟を結んでるんだよね、これはいけない。武田を守れなくなってしまう。幸隆は上杉に来てまず最初にやった仕事は、北条との同盟破棄。これには影勝つ。どう思っただろうか。
そこから1ヶ月後の8月、忙しかった。武田は攻め込まれまくり、こちらは武田に USB 光剣具を施す。そして、甲府城も北条に攻め込まれていることを知り、行高自身が援軍に向かい、無事撃退に成功。勝頼の居城をなんとか守ることができた。そして、飛ばした、今回の開始から7ヶ月と少しが経過。年が変わり1577年の1月になった。内陸にある武田領ならば、上杉コーティングでバッチリ守れる。コーティングのことなら上杉にお任せください。そして、この時の中国地方。なんと、武田コーティングをきれいに織田が消してくれてる。いい形だぞ、このまま維持してほしい、このままなら本能寺の変。いけるんじゃないのか、どうなのか。そして、織田は丁寧に山吹城まで取ってくれてる。よしよし、一時的な歴史の乱れを少しにしてくれたようだ。ちなみに元就はまだ生きてる。そしてすでにこの時、大友は滅んでる。かなりこちらが忙しい時期に滅んでしまったので、高橋城雲と、立花道雪。それと鍋島直茂の3人だけ沼田城に連れてきた。直茂は結局、大友にいたってことかな。そして、行高は上杉に移り武田を守りながら、何を期待していたか。武田に置いてきた正幸が砥石の城主になってくれないか。そう思ってたけど、この7ヶ月で動きはない、過労のまま。もう一人、天目山の重要人物、穴山信忠も城主になるか期待したけど、これも動きなし。まあ、これね、上杉光剣具をするしかなくて、勝頼の直轄城が少なすぎるんだよね。普通に城主任命する状況になっていない気がする。それで今、行高はどうしようとしてるかというと、これは主命、行高は影勝より甲信地方の制圧を任せてもらった。北条がよく取る海の岩殿城や、織田が攻め取ってくる南信濃の城を取り返すことで、行高の直轄城にしておいて、ここから4年と少し後、勝頼とのわだかまりが解ける1581年5月。武田に願えれば、武田の所領は元の姿を取り戻す。それで武田の城が増えて、正幸が運よく城主になったりしないか。今、期待してるのはそんなところ、その1581年までここと中国地方。勢力図を守っていく必要がある。よし、頑張っていくぞー。はい、飛ばした、1年飛ばした。年が変わって1578年になった。ここで、信長の3人の息子たちの状況に変化があった。あ、織田信忠が石山本願寺の城主になってる。でもまあ城主なので、信長の直臣扱いで大丈夫って教えてもらってる。正幸と穴山信忠も変化なし、甲府城にいて過労って状態だ。そして勢力図はというと、あまり変わらずで。今は、織田に木曽福島を取られているくらい。ただ、中国地方に変化があって。元就は昨年の8月に亡くなった。毛利輝元が後を継いでる。イメージ的に、秀吉が勢いづくのかなと思っていたところ。播磨の光月城を毛利に取られちゃってる。いやーマジか。姫路を攻められたらまずいよまずい。これは急ぎ、上杉光剣具にお任せを、やらないとだ。結構、武田を守るのが忙しいけど、やっていくぞ、あと3年だ。頑張るぞー。と、思っていた、これ、城でこの情報を見てたんだけど。これを閉じて、表情をして、外に出ようとした時、びっくりする出来事が起こった。起こってしまった。何これ、天目山が来たの、これ。嘘でしょ、なんで、穴山信忠は城主になってないぞ。マジか、歴史の何かしらの力が働いてしまったのか。これ、天目山だよね。もしかして、もしかして真田家独立も来る？天目山に消えていったって言ってる言ってる。マジか、天目山も無理と思ってたから、嬉しいんだけど。なんだよ、雪高、人事かよ。ああ、ダメだ、イベントが続かなかった。真田独立はダメになってしまった。上杉光剣具が虚しく残って武田は滅亡、武田領は織田が取った。なんなんかな、1578年を迎えて、織田が甲府城に隣接したから、天目山が起こったのかな。これはまあ、わからないところ。武田が滅んだということは、本能寺の変ももうすぐじゃん。多くの人軍の方に、本能寺の変は条件が揃っててもダメなことがあるって、聞いてるんだよね、細かい何かがあるんだと思われる。もうシナリオ開始から18年も経ってる今、厳しい気もするけれど。
聞いてる本能寺の変の条件をクリアし、どうなるかを確認しよう。勝家光秀秀吉は指定の城にいてくれてる。現状、残ってる問題は二つ。一つはここ、光月城を織田に取ってもらう必要がある。これは、こちらが姫路を守ることも兼ねてコーティングしに行こう。そして織田に攻めてもらう、少し時間がかかりそうだ。もう一つはここ、紀伊の新宮城、ここに織田信孝がいる。ここは織田が光月城を取るのと同時くらいに取るのが理想。早くに信孝が安土に帰り、再度、どこかの寄り木になると困るかもなので。特に秀吉ら条件に絡んでる国主の寄り木になるのが困る。同時くらいに落とすことで、少しでもそうなる可能性を減らしておきたい。よし、ということで、最後の仕上げ、やっていくぞー。はい、そこから2ヶ月半が飛んだ、3月。上杉コーティングの仕事は早い。よしよし、残った播磨の3つの城は攻められていないな。そして、光月城。実は、この段階で攻められてる。その攻めてきたのは毛利じゃなくて羽柴秀吉、やったぜ。コーティングして間もなく攻めてきた、いいぞいいぞ。よし、行こう、新宮城を攻めよう。なぜ、あの場所を攻めることができるのかわからない。どのルートを進むのか、雪高地震で確認しようじゃないか。海を進むだろうから、水軍をちゃんと鍛えてる武将で行こう。おおおっと、早いぞ、秀吉、早すぎる。秀吉が光月城を落とした。これで織田は播磨を制圧。早いから、雪高が行って帰るまで毛利に取られないか心配だ。途中ぶつかる海賊にはお金を渡した。めっちゃ来るのか、これ。あ、これ軍勢が持って行ってる軍資金から払ってるのか、なるほど。6万持って行って、半分ずつ取られてる。で、払うお金がなくなったと。戦うことになって、倒した。倒した。という感じで、ようやくたどり着いた。少し戦って、交渉上手の雪高らしく。場外大挙城主の小寺政元に迫る。すると、交渉が通り、新宮城を攻略。これで、織田信孝は安土城に帰ったことだろう。よしよし、播磨が見えた、戦いが起こっていないぞ。これ、期間中は何の操作も受け付けないな、情報が見れない。さて、本能寺の変の条件、聞いてる分は揃えたぞ。城に帰った時、イベントは起こるのか、さあ、どうなる。帰りは海賊、出ないのね。来たー。本能寺の変が来た、来たぞ。あかん、また、累戦がやばい。よっしゃー、歴史の守護者の札をゲットー。ほえー、こんなピンポイントな札があるのね、すごいな。ということで、今回で最終回になったよ。いやー、感動した。雪高プレイ、面白かったなー。最後は、上杉所属で終わったか、初期には思いもしないことだった。札に関しては目標の500枚まであと2枚か3枚。人軍に教えてもらった名所に行って揃えるかな。このシリーズ、真田三代の動画を制作するかどうかに関しては、新作の信長の野望、新生を優先して制作するので、ここで、一旦完結とさせてもらいます。
これで集まったかも。来た来た、1598年、太平の将。ここで、真田幸村を使ってプレイをし、とあるイベントを見れば真田正幸が手に入る。いやー、いいじゃないかいいじゃないか。なんというかもう、感無量だわ。ということで、歴史の守護者、真田幸隆のお話はここでおしまい。最後までご視聴、ありがとうございました。